米軍の落下傘開かないで落ちた死体とかね、たくさん見ましたよ。落ちたところで消防団や俺たちのガキの方が勝手してる山だから早かったしね、走っていって。で、盗むんだ、いろんなもの。死体だよ。まだ生々しい死体ですよ。落ちたばっかりだもん。その死骸を見ても怖くないっていう、やっぱり、今考えたら凄まじいことですよね。終戦後、高倉さんは炭鉱町を飛び出して上京します。大学を出た後、その日暮らしをしていましたが、金が底をつき、食べるために映画会社のマネージャーの面接を受けます。その時、その端正な容姿が重役の目に留まりました。都営の本社で俳優になる気はないかって言われて、いや考えたことがありませんって、やってみるかって、何でもいいからやらないと食えないんで、うん、高倉さんが役者になられて最初の頃に芝居をするとよく笑われたっていう。笑われたね。うち笑われたじゃなくて、見学、バレエの時間と日本舞踊の時間っていうのがあって、どっちもね、3時間3回目は見学、笑うんだよみんなが。一生懸命やってんのに、どうしてみんな笑うのかなって。 やらないでください、見学しててください。今でも覚えて、雨の五郎っていうのをねやりますって。それを やってるとね、30分もすると前が開いちゃうんだね。着物の着方も悪いんだけど、でもうみんなが笑って授業は進まないから、見学、お前は向かないからやめろって言われたことあったよ。意外とそれは結構壺にはまって、じゃあ絶対なってやるって俺が思ったのかもしれないけどね。